感じに仕切り？トマ！そっか、明日ハロウィンか。あ？これと、これと、あとこれも。さて、タケミッチ。てめえ、何しにここに来たんだ。今俺ら喧嘩してんだぞ。助かったっす。バカ野郎、気抜くんじゃねえぞ。てめえも二番隊の一員だろうが。確かに、トーマン150にバルハラ300ってだけでも不利なのに。よし、敵が多すぎる。やるじゃん、タケミッチ。見てろよ、タケミッチ。もう平気だよ。どけ！へえ、やるじゃん、キサキ。俺らはお前を連れ戻しに来たんだぞ。博士だね、そのままじゃん。急いで救急車を。はい。三ツ矢。それってあの日のお守りだ。俺らの全てをお前に預ける。俺のインパルスは世界一だぞ。狭いよお前ら。おい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 、日本一とか聞き捨てならねえな。ねえねえ、はい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 、重力圏内だ。両党だこれ。こいつ爆睡してたんだぞ。おっそ、しょうがねえだ。それぞれのポジションも決めてある。3個上だっけ。俺とお前は特攻、三ツ矢には親衛隊を任せる。だっし。ああ、そうだな。確かにチームがあればブラックドラゴンと喧嘩する大義名分もできるしな。名前はともかくいいな、行こうぜ。あ、待て。みんなのために命を張れる。早く、うん、お守りなくなっちゃうぞ。おお、きっかけはお前だしな。それがいい、お前が持ってろよ。ごめんな、チームにしたい。マイキー。私、部長以外の不良は嫌いです。三ツ矢くん。おお、タケミッチ、そう怒んなって。安田さん、俺がペイアニを使い頼んだんだから。まあ、入れよ。手芸部の部長。ちょっと待ってるよ、タケミッチ、すぐできっから。部長、これ見てください。部長、こっちもお願いします。順番な、怪我しないように気をつけろよ。山田さん、そこさ、半返し縫いの方がいいよ。はい。河合さんはブランケットステッチで縁をかがるといいかも。はい。俺らにとっての一番のフォーマルは特服だろ。俺なりの感謝の気持ちだよ、タケミッチ。三ツ矢くん、すげえ。だからお前の特服は絶対俺が仕立てたかったんだ。血のハロウィンではみんなの目を覚ましてくれた。できた。着てみろよ、タケミッチ。サイズ調節っから。バカ、俺が勝手にやってることだ。さあ、お披露目だ。早くしろよ、タケミッチ。部活の帰りか。ああ、うまくできたんで妹にやろうと思ってね。お、サンキューな、三ツ矢。おお、お前のおかげだ。何があったんだ。いや、許さねえ。くれた奴がいる。しまんねえな。ああ、刺繍入れ直しだよ。